はい、では続きましては富士通の甲坂さんによるマイクロプロファイルテレメトリーの紹介と使い方となりますそれではよろしくお願いいたしますではマイクロプロファイルテレメトリーの紹介と使い方というタイトルで高坂が発表させていただきますまずはじめに今年の11月頃です、ね、マイクロプロファイル6.0がリリース予定となってます でそこで新しくマイクロプロファイルテレメトリーという規約が追加される予定ですので、今回その規約についてご紹介していきたいと思います。まずはじめに自己紹介になります。高坂と申します。所属は富士通株式会社で、現在の業務としては富士通の Java 製品の開発を主に担当しています。 具体的にはエンタープライズアプリケーションプラットフォームという製品と、あとはランチャーという、こちらマイクロプロファイルの実装になりますが、これら製品の開発を主に担当しています。あとは製品開発の他にも、ジャカルタのコミュニティに対してコントリビューターとして貢献しているという業務になります。 はい、では、本題に入りまして、マイクロプロファイルテレメトリーについてご説明していきたいと思います。まずは概要についてご説明します。まず、マイクロプロファイルテレメトリーの説明に入る前に、その前提となるオープンテレメトリーについてご説明します。オープンテレメトリーというのはですね、オブザーバビリティ、可観測性というふうにも言われますが、まあ、システム全体を 観測可能な状態にすることが、クラウドネイティブの世界では非常に重要になってきますが、そういったオブザーバビリティを実現するために必要となる主要な要素ですね。トレース,スメトリックスログ。これら3つの情報を計測するための標準仕様がオープンテレメトリーになりますで。具体的な計測方法であったり、データ収集の方法、またフォーマットなど、 計測に必要なことが仕様としてまとめられています。特定のプログラミング言語に依存しないという特徴を持っていて、ここで定められた仕様をもとに、Java とか Go、Python などのさまざまな言語で実装ライブラリが提供されるという形になります。下の図にもあるとおり、オープンテレメトリは各分野の代表的なコミュニティの仕様を受け継いだものになります。 現在も使用が定め、策定が進められていて、現在ではトレースのみ使用がフィックスという状態になっていて、メトリクスとログについてはまだ使用を策定しているという段階です。続いてマイクロプロファイルテレメトリーについて説明します。マイクロプロファイルテレメトリーというのは、簡単に言うとマイクロプロファイルアプリケーションからオープンテレメトリーを使用可能にするという規約です。 最初のバージョンである1.0では、まずはトレースのみ対応するという予定ですで。メトリックストログについては、オープンテレメトリーで仕様がフィックスされた後に対応される予定です。でまあ、マイクロプロファイルの、えー、規約の人に含まれてますが、ジャカルタレストフルウェブサービスを自動的にトレースすることが可能です。でマイクロプロファイル6.0から組み込まれる予定で、えー 同じトレースの規約であるマイクロプロファイルオープントレーシングというのはマイクロプロファイル6.0からは削除されてテレメトリに置き換わりますですね。オープンテレメトリの中にはメトリクスに関する規約も含まれていますのでマイクロプロファイルにもマイクロプロファイルメトリクスという規約が含まれていますが こちらも将来的にテレメトリーに統合するかどうかというのは今コミュニティで議論されている、されています。続いてマイクロプロファイルテレメトリー1.0の特徴についてご説明します。大きく3つありまして、1つがオープンテレメトリ API や定義項目をそのまま利用することができるという点です。マイクロプロファイルのアプリケーションから利用する際は、 オープンテレメドリー API が提供している io.opentelemedry.api のようなパッケージを使用しますで。基本的な方針として、マイクロプロファイル固有の API は作成しないという方針で策定が進められています。で、2つ目がトレースのみが使用として策定されていると、まあ、先ほども申しましたんですね。 でメトリクスとログについては、えーまあ、使用としては,定は、マイクロプロファイル側では、測定はしていませんが、えー、実装側ですね、ベンダー側が独自に提供するのは可能というふうにしています。3つ目が、マイクロプロファイルコンフィグとの連携です。でオープンテレメトリーの設定を行う場合は、えー、例えば例にもありますとり、コンフィグのプロパティファイルに オープンテレメトリーの項目を記述すれば設定が可能になります。はい、以上が大きな特徴になります。続いて、マイクロプロファイルテレメトリーの使い方についてご説明したいと思います。利用方法について、こちらの表にまとめました。利用形態で大きく2つに分けられていて、1つがライブラリとして、 利用する方法ですね。こちらは、マイクロプロファイルテレメトリーのライブラリをアプリケーションに含めて使用するという、普通のやり方になります。で、二つ目が Java Agent という、ビルド詰めのアプリに対しても後から処理を仕込むような方法になりますが、大きくこの2種類の利用形態があります。で、ライブラリの方は、さらに2つ利用する方法があって、 一つがオートマティックインスルメンテーション。もう一つがマニュアルインスルメンテーションになります。自動計測と手動の計測ですね。こちらどちらもベンダーサポート必須となってますので、必ず利用できる方法になります。オートマティックインスルメンテーション。一番上の方法はですね、こちらは JAX RS またはマイクロプロファイ i l e REST c l i を アプリケーション側でお使いであれば、えー、自動的にトレースされるというものになりますので、コードの修正は特に必要ありません。二つ目のマニュアルインスルメンテーションというのは、こちらは、えー、利用者側がですね、OpenTelemetry、えー、の API を直接使用してソースコード上に、えー、トレース処理を記述するという方法になります。三番目の えエージェントインストルメンテーションです。こちらはベンダーサポート任意となってますので、お使いの製品によって、え利用の可否は変わってくるかと思いますが、方法としてはですね、えオープンテレメトリー、こちらマイクロプロファイルではなくて、オープンテレメトリー側が用意した、えー計用の Java エージェントを JVM にアタッチして、処理を自動的にトレースするという方法になります。これらの利用方法についてですね、え ソースコードを交じつつ簡単に説明していきたいと思います。まずはじめに、オートマティックインストルメンテーションです。こちらは例にもあるとおり、JAXRS のサーバーもしくはクライアントアプリケーション、またはマイクロプロファイルの REST クライアントのアプリケーションであれば、特にオープンテレメトリの API を使用することなく、自動でトレースすることが可能となります。 ただ、注意するべき点として、メソッドの呼び出しはトレースできないということがあります。例えば、こちらに示していますが、JAXRS のメソッドは計測できますが、ここから呼び出される CDIB のメソッドはですね、こちらは計測することができませんので、計測したい場合はマニュアルインスルメンテーションを利用します。 マニュアルインスルメンテーションですが、こちらは、えー、オープン t e メトリの API を使用して、トレース処理を手動で追加するという方法になります。で大きく二つあって、一つが WithSpan というアノテーションを付与する方法になります。でこちらは、えー、計測したいメソッドにアノテーションを付与するだけでトレース可能になります。でもう一つが Span、えー、ビルダーを利用する方法です。こちらは Span、えー、の作成と、 あと、開始、終了などを手動で行うことができるというふうになっています。で、最後ですね。エージェントインスルーメンテーションです。こちらは、計測用の Java エージェントを JVM にアタッチすることで、自動的にトレースすることが可能となります。こちらに書いてある起動コマンド例を見ると分かりやすいのですが、 Java Agent の Java ファイルを起動時の Java コマンドのオプションに渡してあげることでトレースすることができます。すでにビルド済みのアプリに対して計測処理を仕込むことができるっていうのが大きな特徴になってます。こちらの Java ファイルはですね、OpenTelemetry の GitHub リポジトリから入手することが可能です。この仕組みなんですが、 アプリケーションのバイトコードを編集して、ドレスコードを動的に仕込むという方法になります。注意点としては、えー、こちらの Java エージェントがサポートするライブラリやフレームワークに対応してないと、えー、ドレスすることができないという点です。サポートしている一覧はこちらに書いてありますので、えー、気になる方はご覧ください。では最後に、 オープンテレメトリーを実際に動かしてみるということで、実際の動かし方をご紹介したいと思います。今回はですね、ランチャーを使って動かしてみました。計測する方法は、エージェントインストルメンテーションを使用して動作させます。用意するものを下の表にまとめています。これらす全て OSS なので、全て無料でご利用いただけます。実行基盤にランチャーですね、こちらバージョン4.0。 でマイクロプロファイル5.0に準拠したものになりますが、これを使ってアプリケーションを起動していきます。Java エージェントと、あとは、とりあえず情報を集約するために必要なコレクターと、あとは集約したデータを可視化する可視化ツールを使っていきます。でコレクターには OTL コレクターですね。こちら Docker イメージを利用します。 可視化ツールには EA 側ですね。こちらも Docker イメージを使って、えー、起動していきますで、えー。ランチャーに配布するアプリケーションのソースコード例を、えー、示します。非常にシンプルな JAXRS のアプリケーションで、Hello、えー、というパスにリクエストを投げると、Hello を返すというものになります。 アプリケーションの依存ライブラリにマイクロプロファイル5.0を指定してあげれば j a ーレスのアプリケーションを起動することができます。実行方法についてです。こちらあまり詳しく書いてないですが、流れとしてはアプリケーションのバックエンドシステムを起動して、その後にアプリを起動するという流れで実行していきます。家エやオーテルコレクターについては、 公式の Getting Started のページに詳しく書いてあるので、そちらの方法に従って起動していきます。ランチャーでアプリケーションを起動する際には、ワー形式にビルドする必要があるので、ワー形式にビルドします。アプリケーション起動時のコマンドにエージェントを指定してあげるのと、あとはサービスネームにランチャーデモという名前を指定して、 えっと、えー、ドレースのエクスポーターにですね、今回イエーガーを使うので、イエーガーを指定してあげます。で起動しましたら、えー、Java のアプリケーションにリクエストを投げます。でハローというパスにリクエストを投げれば、えー、成功するとハローという文字列が返ります。でその後に、えー、イエーガーの UI にブラウザでアクセスして、えー、ランチャーデモというサービス名のドレースが取得できていれば、 成功になりますマイクロプロファイルのオープントレーシングとの比較画像を今回載せています。同じソースコードでトレース情報を取得したものを下のを方で比較しています。計測しているライブラリが異なるので、例えばトレース名やスパンの名前など細かい点で違いはありますが基本的に マイクロプロファイルオープントレーシングと同じようにトレース情報を取得できていることが確認できるかと思います。最後まとめです。今回ですね、マイクロプロファイルテレメトリーの概要と使い方について簡単にご紹介しました。えーまあ、CNCF 標準の可視化ツールと連携することで簡単にトレース情報を えー、見ることができますマイクロプロファイルからも、えー、簡単にテレメトリーの機能を利用することができますので、えー、ご興味ある方はぜひご利用してみてはいかがでしょうかでは、えー、ご清聴ありがとうございましたはい、はい、富士通の高坂さんによるマイクロプロファイルテレメトリーの紹介と使い方でした 現在マイクロプロファイルはジャカルタ IE9 番のものまでしか出ていませんが次のバージョンが出るのかちょっと楽しみですねではこの後はちょっと長めに20分間17時まで休憩をとりたいと思いますそれでは少々お待ちください